あれ？なんかできない。ちょっと待ってな。あれ？できなくなった。あ、できた。しまったな、棒読みちゃんにボイス入れるの忘れてた。まあいいでしょう。今回やりますのは、久しぶりに、どっちが正しい？同じデータだ。フォールアウト2をやりまーす。前回何してたか全く覚えてないけど、多分ここに行けばいいでしょう。わかりました。行きまーす。操作方法を思い出すところからだな。装備、いやでいいかな。装備からだな。なんで俺長靴なんか持ってんの。なにこれ、有害な物質から足を守る。どうやって履くのよ。そんな機能ないでしょ。フォールアウト3と全然違う。違いますよ。あれ、なんか音でかくね。音量10なのに、いつも通り。フォールアウト2です。まあ、3とはね、全然違うんですが、正直1とは全く同じ。まあ、ターン制のストラテジーみたいな感じになってますね。ここは相手のターン。で、自分のターンなんで、今ここに10ポイントあるんですけど、ゲージが。10ポイントこれ。10ポイント。で、今 AP4 ってあるんで、AP4 を消費してこいつに攻撃します。倒しました。で、倒したんで多分戦闘終了するんで、AP 使い切ったら、戦闘じゃなくなる。で、こうやってアイテムを漁ったりとか、できますね。ん？これって、俺だよな。あ、アイテムを使うか、これ。で、今何をしているところかと言いますと、全く覚えてないんで、とりあえず、目の前にあった多分対策だろうな、俺的に。過去の自分からのメッセージ。次はここに行けばいいんだぞっていう場所で終わってたんで、とりあえずそれを受け取ってですね、目の前にある男女に潜ったはいいものの、目的がわからん。滑車か。で、俺フォールアウト3は全くやったことないからわかんないんだけど、強い。これレベルの概念があるんで、ガンガン敵倒して経験値を。で、俺めっちゃ強くなってる。振った甲斐があったな、近接武器に。セーブどうやるんだっけ。こうか。 F6 だったかな、セーブ。F6。 OK。 まああれだな、セイクリッドと。フォールアウト初めて見た。やってることね。フォールアウト初めて見た。俺も初めてやってます。フォールアウト1以来。ただマジでこれ見た目本当に、1と2全くやってること同じだから。まあ、バグが減って多分、日本語化もかなり
簡単になってるから。何これ、日本刀？ナイフいらな。俺の中でフォールアウトって言ったらこれだから。みんなはなんかボダランみたいなのを想像するのかもしれないけど、やっぱこれよ。単消費ってどれだっけ、これか。いいね。擦り傷一つ受けずに敵を倒したと。で、スキルがこんな感じになってます。次レベル6000なんで全然ネズミは経験値の足しにならん。そうか、これマップ機能ないからめんどくさいな。ちゃんと探索しないと。脳内マッピング、脳内マッピング、女神転生ですよ。見下ろしだからまだマシ。女神転生は FPS 視点でマッピング脳内でしなきゃいけないから。ゴエモンのマッピングとかは脳内でできたけど、女神転生は俺攻略サイトという攻略サイトを見漁ってた。まあそれでもクリアできないのが女神転生なんだけど。いて、ん？繋がってんじゃねえか。何のために？マッピングもクソもねえわ。もうこの画面がマップだみんなこれで見ればいい。こうやって好きにマッピングとかねえよ。マップがあるんだから目の前に。何を言ってるんだ。何？さらなる地下があるんだけど。てか音でかくない今日。何？今日音でかくない？なんか。ヘッドホンの抵抗値が小さくなったか。突っ込んでこなかった。チクッ。死なない。でももう歩けないな。よし、俺3000稼がなきゃいけないんだと経験値。スズメの涙でいく120体倒さなきゃいけない。ネズミ、うん、歩くね。なんか俺こんなゲームばっかりやってるね。骨だ。アクションポイントだね。のようなもの。ナイフいらない。
ちゃんと死体とか調べるべきだな。チュートリアルダンジョンでもあったけど、なんで攻撃せず調べようとしてるの。結構アイテム拾ってそれで壁を壊して突破するみたいな、まあ想像はできるけど、それありにしたらもう何でもありじゃんみたいな、そういう要素が、まあ、1の時あんまなかったけど2は増えてそうですね。このスキル上げてなかったらもう無理じゃんみたいな。なんでここに潜ったんだ。何かを探して書く。これやばいっすね。見ちゃいけないやつですね。なんかこう、あ、そうか、これか。忘れてましたね。なんかサブミッションで、そうだ、サブミッションの見方があったな。ない。ん？お。これじゃわかんねえよ。ちゃんと書いてくれ。ないのか。戻るの隠し方が物理的。上から上書きすることで隠してるな。まあ、ネズミ全部買って行けばいいんだけど。てかこれワンのさ、あの地下道を思い出すわ。俺どうやってクリアしたんだあれ。まあ、ワンも、そうだけど、自由度が高すぎてさ、本当俺には向かないゲームですよ。ストラテジー要素が。俺が苦手なゲームベスト3、1位はシミュレーション RPG、2位は RPG、3位はストラテジーだから、何にもできない。アクションしかできない。アクションとパズルと、FPS と格ゲーと対人ゲーはできないから、俺対人要素があると途端にゲーム下手になるんで。うん、音ゲーでも、音ゲーですら対人になると全然できなくなる。でもな、マリカ DS はマジで負けたことないんだけどな。みんな DS やらんからな。なんでですかね。スイッチでマリカ DS 出してくれ。俺が勝つから。そしたら。だからスイッチ何でもできるからさ。全部移植すればいいじゃん。ゲーム。この世のゲーム全部。日本語がバージョンだ。日本語がバージョンやってます。日本語がバージョンっていうか、普通日本語でやらないんですか。え、またこれさ、ワンの時みたいに日本語化するとあの機能がなくなり、あのバグがなんか復活しみたいな。これダウングレードしたっけ。アップデートするのに、アップデートじゃない、日本語化するのに。ワンよりはかなり快適な日本語バージョンなんだけど、ワンの時はひどかったからな。まずキャプチャできないっていう根本的な問題があったからな。こんな放送は嫌だ、放送ができないみたいな。でか、何
なんか見えました今。気のせいかな。日本語かワープっていうモッド込みなんだけど。あーなんだっけ、忘れた。久しぶりすぎて。ちょちょちょ、え、マジでか。おい、これは見せどころだぞ。俺のそのアプのバージョンがちょっと古い部分はある。あ、違う、後ろから後ろからだった。遠距離攻撃されたかと思った。アホすぎる。ここにいるじゃないか敵が。そうか、でもワンほどじゃないでしょ。ワン本当に古くなりすぎて画面サイズが変更できないっていう。ウィンドウモードにもできず。うわ、大丈夫だ、倒せる倒せる。口から泡を吹くほど怒っている。巨大なアルビノのモールラットだ。ん、大丈夫か。え、あ、重傷 OK、 いけるいける。ビッグファイ、こんなん根比べじゃん、このままじゃ。え、なんで死なんのこれ。お前初代 FF じゃないんだからさ、当ててくれよ。当たってるのか、俺が当たってることを視認できてないだけが。今、おお、最後の力。全然瀕死じゃないじゃん。嘘じゃんこれ。よし、これでバンジーオッケーだわ。ん、死ぬ。軽く回復できるアイテムないか。何これ、効果がない効果がないのか、ミートジャーキー。なんだよこれ。じゃあ美味しさと栄養価持続するんじゃねえのかよ。そう、これ1個しかないのに使うのか。いや、いや、セーブしよう。あ、戦闘中にセーブするとバグるっていう都市伝説が1にはあったんだけど、2は大丈夫なんでしょうか。それだけが不安ですね。2は大丈夫。大丈夫、ありがとう。あ、まだいる。ん？俺死ぬんじゃない？いて！やばい。やばい。よし。回復したいね。これさすがの俺でもこれきついぞ。フォールアウト1経験者の俺でも。これを使うか、必殺技ファーストエイドだ。なんで全く治療できないんだ。ちょっとはできるだろ。初見のわず。初見さんいらっしゃい。フォールアウト2やってます。2ポイント。経験値の方がでけえよ。ネズミ1匹分だけど。おー、でも結構経験値入りましたね。あと1000なんで。40体くらい。寝るか、ここで。みんな今日はここで野宿だ。
キーボードの5と6のショートカットで治療すると楽よ。お、そんなのがあるのか。あー、そうなんだ。これ対応してるんだ。5で治療、6で、6って何？回復した。え、何？強いじゃん、ドクターの方が。なんで、二つあるの、これ。上位互換が。意味なくない ?6 はドクター。体当たりと頭突きが入ってるみたいなさ。なんなん、これ。めっちゃ回復するじゃん。成功率もなぜか、低いのに高い。まあでも、ホイミとベホイミあるし。低いのに高い。細かいことは気にするな。はい。ドクターの方が重症治るけど、倍時間食う。時間食うのね。ホイミとベホイミの関係じゃないよ。だって全部同じ回数ずつ使えるよね。まあ、確率、リペアは修理だよ。時間食って困るのはホイチくらい。フォールアウト1の、あの、時間のやつさ。マジできつかった。実質ないから、1と違って気にしなくて。マジできつかった。ファンの、なんだっけ、50日だっけ ?300 日だっけ俺もう、見てくれてた人はわかると思うけど。つまりファーストエイドはいらない子。やっぱいらないんだ。本当に時間もう無理。もうギリギリだ、つって。もう絶対クリアできねえわーつって、街も移動できねえっていうところで、そこで水配達してもらえますよみたいな、その一縷の望みを託して、泣けなしの日数を、ね、そんな時間余裕なかったとは。どんなプレイしてたんです？いやー、もうあれですよ、もう僕の RPG の下手さといったらね、もう想像絶するレベルですから。普通に順当に、まあ、このゲームサブクエ多いから、寄り道しやすいってのあるんだろうけど、なんだろうね。だからもう、あれだけ寄り道して、時間も足りなくなって、で、どうにかクリアしたけど、俺クリアまでに、仲間一人も手に入れてないからね。ラウンド1で。もう攻略サイト見ながらやってんのに、一人も仲間になんないんだよ。なんなんですかね、あれ。なんか、ホールアウトの、俺確か日本語化するときモッド入れててさ、あの、NPC が無能すぎるんで、優秀になるモッドみたいなのを一緒に入れてたんだけど、NPC 味方になんなかったから、あれだけ歩き回ったの。なんでだろうね。全部探索したかな。したな、大体。ホイチは普通にやる場合、仲間一人くらい連れて速攻で爆心地行くと。うん。装備整って余裕しゃくしゃくですよ。そういうプレイもあるんだろうな。多分俺一番の縛りプレイでやってた気がする。意図せず。俺何回も言うけど、FF7 はラスボスに積んだし、ユフィもヴィンセント・ヴァン・ゴッホも連れて行かずに、セフィロスまでたどり着いたし、名前も知らんかった。まさかカリスマを2以上にしたとか？カリスマを2以上？そんなの覚えてないよ。これ？え、これあげるでしょ。いや、あげてや、さすがにこれは。鬼ではカリスマいるけど、1は1たりともいらんと言っていい。そうだっけ。俺確かね、1は本当に最初のキャラ決めは調べてやってた。
ってことは俺ちゃんとカリスマはいらないみたいな情報を仕入れて、多分2位くらいでやってたかもしんない。で、こっちに振るんでしょ。あんま覚えてないですね。で、今回はもうそういうひどい目にあったんでキャラメイクしませんでした。うん。もうキャラメイクもすげえ下手で、今これ、ミンガンってなってるけど、俺前回やった時、キャラメイクした後、名前の付け方わかるぞ。ノーンっていう名前でやってたから。ノーン。これはもうデフォルトで入ってるキャラクターですね。もうバランスも抜群。盗賊タイプのキャラクターですね。95、いいね。なんだこいつ、頑固戦車か。2ターンに1回しかゴールしてこい。よし。いや、久しぶりにフォールアウトやってるけど、面白いな、やっぱり。いけ。ワンはね、ほんと、バグなのか何なのかわかんないけど、サブクエ俺、2個くらいしか攻略できてない気がするわ。もう、全然できなかった、ワンは。どうにか攻撃がクリアまで行ったけど、意味がわかんなかったな、終始。なんか、いろんな事件が周りで起きてるんだけど、なんか、話聞くだけみたいな。ただただ悩みを聞いて、立ち去るみたいな生活してたの。もっかい一やろましょう。やりません。死ぬかもしれん。またお会いいたしましょう。瀕死。アンドロイド山田みたいな感じでさ。悩みを聞いて必死に行動はしてるんだけど、一切実らない。マジアンドロイド山田だった。で、歩くの遅いから。もう時間制限も間に合わないっていう。回復は嬉しいね。次枠いきます。